The old man gets a pension of some kind, so the boys help him spend it. I asked this young fellow the other day, don't you have a job, Doc? We call him Doc. Don't you have a job, Doc? No. How come? I'm not looking for any. That's first class. Frank, this is, you know what I mean. Saturday evening, Verna's son, Alan, and his seven, family of seven, ate up all together, came for a week's visit. I don't know whether I've told you about him before, but he sure aggravates me. He's got a nice big home, and boat and horses, and gets a pension from the government for him.私はマスタケが大豊作で安いと聞いてお隣産地の山形に行ってきました。2本で3,600円。帰宅してから早速マスタケご飯を夫が作りました。炊き上がる頃のなんと香ばしい香り、まるで漫画のように匂いの帯が見えるようですということですが、さあこの秋の収穫ね、皆さんのところではその収穫をお祝いするようなことあるでしょうか。世界井戸端会議、今日のテーマは収穫祭、自然の恵みに感謝です。お便りお待ちしてます。ファックス番号は 03-5455-4141、 海外の方は日本の国番号81-3-5455-4141です。 E メールは地球ラジオのホームページからどうぞお寄せください。ホームページには地球ラジオ関連の情報満載です。皆さんからのお便りをお待ちしています。この後6時のニュースについて地球ラジオ後半です。こんばんは。広島のスタジオから中国地方の気象情報をお伝えします。中国地方は前線や低気圧の接近で雲が広がり雨が降っています。海上警報は対馬海峡と東シナ海南部に海上風警報、長崎西海上に濃霧と強風の警報、三島南西北東に強風警報が出ています。では各地の明日の天気です。沖縄県西垣島、明日は曇り、朝から昼過ぎは雨でしょう。
与那国島は曇り、明け方から朝は雨でしょう。宮古島は曇り、昼前から時々雨。本島中南部は曇り、朝晩雨でしょう。本島北部は曇り時々雨でしょう。大東島は晴れで夜は暗く。鹿児島県奄美地方は曇り時々雨で、ところによって朝晩は雷でしょう。北部は雨で、ところによって雷を伴うでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで、東部、中部、西部は 40%、北部は 70%。